リターンスターズは、僕が、ロンドンに留学をしていて、そこから、日本に帰ってきて、その後立ち上げた、ブランドですね。はい。で、まあいろんなここ十何年、やってきたんですけど、まあいろんなファッションの表現方法を、やってきましたね。実験的にいろんな表現をやりました。僕はファッション表現っていうのを結構本当に幅広く捉えてるところがあって、でもう極端な話をすれば、あの1秒でも、ま、人がまとったらそれはあの衣服としての可能性を持ってるっていうふうに、まあ、思っているんで、あのそのファッションの表現もいわゆる、普通使わない素材だったり、まあ、例えば本当にゴミだったりとか、いわゆる布以外のものも、衣服に使用したりとかもしましたし、まあ、インスタレーションという形で発表したこともありますし、なんか詩を書いてそれを発表したこともありますし、まあ、様々なことを実験的にやってきました。こういうものはこういうものであらなければならないっていう、まあ、まあ、固定概念があったとして、あの世間一般ので、そこから例えばはぐれて外れてしまっているものとかも、なんか実は可能性があるんじゃないかなみたいなことを常に思っていて、そういうものをなんか表現するっていう、したくなるみたいなところは常にありますかね。